みんな、こんばんは。さあ、今日はみんなお待ちかねの姉妹に質問。みんなの質問から2人ですっごく面白いの選んだ、うんうん、じゃあ私から。ええ、どうぞ。いくよ。2人の共通点はたくさんあるけど、音楽が好きなところかな。まあ確かにそうだけど、具体的に。そうね、2人ともミュージカルが好き。特に昔の名作シンクロナイズドスイミングするの。そうそう。私を3つの言葉で言い表すと、勇敢、面白い、起点が効く。近い。近い。元気いっぱい、面白い、起点が効く。元気いっぱい。私ってそうじゃない？冗談だよ。だって私落ち着いてるタイプ。そうね、元気いっぱいなのはステイシーの方。でも落ち着いたとこも好きよ。それから勇敢と起点が効くってのも絶対当てはまる。友達とベビーシッターのビジネスを始めたしね。シッターが必要なら電話して。よろしく。スキッパーのあだ名はある？ない。スキップって呼んでる。そっか、そうだね。姉さんのあだ名はバービーでしょ。あそうだ。本名はバーバラだからね。そうよ、実はね。次、最後に一緒に話したことは？名前？違うわよ、動画の前。私のロボットについて。当たり、簡単すぎたね。別のにしよう。私の変な好物は？あ、蜂蜜をハムサンドにかけて食べてる。そう、蜂蜜大好き。落ち込んだ時にママかパパに作ってもらいたい料理は何？チリレジェーノ。本当に？あれがいいの？本当だよ。最後の質問。最後ね。二人一緒の大切な思い出は？これは簡単、屋根の妖精。歯の妖精よりよっぽど楽しいね。本当そうよね。ピース。大好きよ、スキッパー。私も大好きだよ。